こんにちは、熊谷総です。1日1泊、今日は、今日もバイトをやっていましたよ。やおや、10時間もやって、結構疲れるんですけど、そこはやっぱり1日1泊。今日はですね、この前、数日前にパクった、なんだっけ、カリーム、まっちゃんむさんね、まっちゃん。まっちゃんの行動は僕はなんかシンプルなんですけど気に入ってしまって、今日も同じ動画の、もっとさらに前半の方に行っちゃったんですけど、後半も結構いいんですけど、なんか結構ごつい行動ギャーって弾いてて、結構ソウルフルな感じで盛り上がるんですけど、そんな複雑なことやってないんですけどね、なんか抑え方がなんか分かりやすくていいんですよね。で、今日3つほど今パクったんで、これも全然シンプルな内容なんで、ちょっとやってみたいと思います。よいしょ。さあ、それではシンプルゴスペルボイシングパクリネタいきたいと思います。1つ目は、A フラットオン E フラットということで、こんな感じ。どうですか。これは前回に引き続き僕が最近学んだやつですね。5度から始まります。まあこれベースが A フラットにいても、こう弾いててもこう弾けばいい感じですよね。5度だったらこういうサウンドになりますけど、5、1、9、3って押さえてますね。この前 D フラットだったっけな、こういうのありましたね。こういうね、これもやっぱあの5が入ってルートと5、9、3、5って言ってたんで、やっぱ5入ってきますね。今日のは5、1、9、3で1、5、3、あ、まあこう組み合わせなんで、とりあえず左はこう行くよっていうのを5、1、9、3で押さえちゃいましょうっていうのをこうすると、そうするとあれですね、メジャーセブンとか使わないで分厚いサウンドが出てるんですね、これでね。知らなかった、すぐメジャーセブン入れちゃうからな俺はな、本当にジャズのせいですね、これはジャズのせい。そして、2つ目はこれです。 E フラットから E サス行って、サス4行って D フラットオン F っていきますね。でこれキーが A フラットなんで、5度5度4度オン6ですね。5度こうやってドーンっていきますね。どうですかこのシャレオツ、このこれ結構ポップスでよくありますよね。ジャラララってメロディーね。このメロディー合わせて。しゃれてんなこれな。これ3、普通サス4ってまあ4から。っていくんですけどね。4、3。逆サス4ですね。逆4。これ3度。で、この押さえ方がやっぱりこう1、3、5でした。左手。で、右は1、3。だんだん見えてきましたね。この人の押さえ方と、このなんつうか、このスタイルのなんかちょうどいいやつ。で、ここはオクターブで強調してるでしょうね。動きを。145と14ですね。135で14ですね。これは F の
上に D フラット、 D フラットの展開形 F、A フラット、D フラット、これ9、9、5、9、これもいい押さえ方ですね。まあこれ前回こういうのがあって3、5、1、9、5ってなったのに上に足すんで、まあやっぱこの辺の基本があってどう足してもいいですよっていう感じじゃないですかね。これが2つ目。なんで3つ目が、こんな動き知ってるとこがあって、どっちが、これは F、 いや D フラットオン F、 結局 D フラット D フラット A フラットっていく4度4度1度のとこで使えるはずです。こういう動きがある。これ3拍子なんで、そうするとって弾いてるんですけど、これはここもやっぱ3も1ですね。 D フラットメロディーがでっていくとこで、ここはこれがいいなと思ったんです。これはメジャーセーブ入れてます。 D フラットの5、1、9いって3とメジャーセーブで、やっぱりこのあれなんですよ、3、5、1っていくのもあれば5、1、9で、もういっぱいやってます。何回も何回も5から入るやつですね。今日5、1、F フラット5、1、9、3っていきましたけど、これも5、1、9ですね。5、1、9、これ5、1、9の5で3抜いてますけど、でここで、あ、じゃあ全然間違っちゃった、ここで3抜いてませんでした、3入ってる、5、1、9、3でメジャー7で、ここの時またフラットのこれ戻ってきて6の音6なんで、まあ、結構あここナイスも入ってます。まあここジャージーですよね、6入ってくるとね。でこれがまた5から始まるんですよ、5、1、9、3でこっち9、5ね、5から始める弾き方、メジャーの5から始めて、まあ、9スタしつつっていうのが結構多いんですけど、まあ僕こんな弾き方全然してなかったんで、この手のやつにはこの手の弾き方、ぶっ込んでいってみたいと思います。これからまあなんだろうな、なんでもこういうもうアメージンググレースとかこういうんだって、ででってこれキー F でやればここトップが1で、これルートがこれだけど5からいったら5、1、9、3、5、こういう感じかな。でじゃあまあルート一緒に弾いてこの感じですね、サウンド、これもこれで行ってみたらこれルート引いて5、1、9、まあ3入れて5でこんな感じ、いいじゃないですかねこれね。Dm の上で Dm 弾くのに引っ掛けるやつ。
ったな。これだ。これ。これね、1、5を引いて、9、11、7、1。したけど、この手のやつ使っていきたいなと思っております。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。